ですね、ここですね。あ、すごい綺麗。でも三枚が道の駅になってますね。なるほどな、伊賀湖ね。あ、いいね。いや。まあまあ爆睡してましたね。どっかでちょっとレビュー入れようかな。ここら辺でいいか。ちょっと涼しいし、潮の香りもするしということで、まあ乗ってきました。いやー、いい船ですよ。で、よいしょ、はいはい、おい、田原市あったっけ、なんだっけ、地名もあったので入れとこう。船自体はね、60分弱かっていう感じで、1時間弱ですねっていう感じでございます。ちょうど動画祭で、船はね、2階が普通乗客室、一番下がね車の乗って、上に客室があって、その上にさらに、特等室、がありますよっていうことですね。で、一番上が、乗務室ってことかな、っていう感じになってるってことでね。どうかな、2階の感じはね、まあ、今日はね、これ台風が去ったところなんで、今ここはね、内海なんでね、それほどでもないですけど、あの、要は伊勢湾内を走ってると言っても、結局この伊田湖から鳥羽の間っていうのは、ちょうどもう外海と内海のちょうど境界線のところですもんね。うん、本当に湾のすれすれをね、まさに伊勢湾一周という今回の旅にふさわしい、ルートを取ってきますから、やっぱね、あの湾の外出て、あの島半島の先越えてくると、だいぶ今日は波がありましたね。うん、あった方だと思います。うん、台風以下ですからね、言うてしけてましたからね。あの大しけのね、大揺れみたいにはないですけど、まあまあ画面見てもらったらね、途中で撮ったやつもありますけど、外海のところ、まあまあ画面が上下してると思います。で、特徴としてはね、後ろ側の方に乗ると、前、最初前の方に乗ってね、ご飯食べとって、でスーッと見て、で後ろ側の方にも乗ってみましたけど、後ろ側の方だと特にまあまあ、あの揺れがある。その船の揺れ以上に、多分あのモーターですね、あのエンジンの、動力の、やつが、これぐらいの、ね、フェリーだと、モーターが大きいのに対して、客席が近いんでね、その揺れがね、結構エンジンの動力のやつがね、カタカタカタっていうのが、あるんで、苦手な人は難しいかもしれませんね。うちの場合はね、逆にちょうど寝れる。
ちょうどあの席がね、ペア席みたいな感じの作りになってて2222って感じでずらっと並んでますけど、ちょうどねその間のところがねちょうどね頭はめるとねちょうどいい感じでね寝れたんでね、言うて30分ぐらいがっつり寝ましたね。おかげで結構がっつり、今会長です。でもうすぐ横が、このイラゴクリスタルポストってことで、でこれなんか養生テープが貼ってあるのはなんやろうなと思ったんですけど、で、そこにもありますよね。これどうもこれはサイクルステーションみたいですけど、そっちのところは仮設の、フェリー乗り場になるらしいです。っていうのはこのクリスタルポスト、ここが今、もうあっち使ってるのかな、今はまだあっち使ってないんじゃないかな。で10月からあっちになるのかな。この上のところに路線バス乗り場とかいろいろと書いてありますけど、30分あるらしいんでちょうどいい。ちょっとぐるっと回って説明するのにちょうどいいわ。でこんな感じの施設で、ね、立派な施設なんですけど、ここが大幅リニューアルするのに閉鎖になるらしいんですよ。それでちょうどね、この今9月25日に撮ってるんですけど、9月いっぱいで一回こうちょっと閉めちゃってでするらしいんで、それでちょっと切符の売り場とかの仮設トイレとかのあたりに作ってるらしいです。でもうここでバスから乗っても行けますし、ここでもご飯も食べれるんだな。次のバスの時刻が30分後に来るってことで、ここに来るらしい。で今11時40分、ちょうど1時間ですね。いい船旅ですよ。ちなみにこのフェリーはあれですね、椅子席、シート席とボックスタイプのソファーっていうのかな。で上のトコトー席は結局行かなかったですけど、うちはもう揺れが全然気にならんので、ね、大丈夫でしたけど、気になる方は上の方の方が絶対振動は少ないはずなんで、上の方の方が静寂性を保てるのかなと思います。逆にちょうどエンジン音がねわーってなってるんでね、お子様とかがねわーって結構ファミリー層の、ね、方が多かったんですけど、逆に子供の声がエンジン音で消えるので、ちょうど寝るのにはちょうど逆に良かったなっていう感じですね。で、これが12時5分、これでいいのかな。中華村経由で豊橋、駅前行きに接続します。ホミで接続ですね。込み止まり、これでいいみたいですね。で30分ぐらいやるよということですね。逆にこの込みじゃないと厚見病院行きだと休暇村とかも気になりますけどね。はい、止まりかなってみてね。では、で今回のホミ行きなんで、ここからさらにアクセスが出てますよってことらしいですね。で場合によっては田原駅前まで行く便に乗って、そこから豊橋鉄道に乗るっていうのも、ケースバイケースで使い分けるっていうやつらしいです。まあ便数が少ない分を、どっちでも乗れる、まあなかなか珍しいですよね。鉄道ルートの方とかどっちか使いますよっていうチケットみたいです。でせっかくなんで、じゃあリニューアル前にね軽く食えたらいいけど、5分やから20分あるし、簡単なんやったら食えるし、土産物も多分見れると思うんでちょっと見てきましょう。よし、